続いては古代インドの二大女子師ラ,ラーマーヤナそして、うん、マハーバーラタ、うん、でよろしいんでしょうかね、はい、こちらに登場するヴィマーナのようにああ古代の神話伝承、はい、伝説の中には知的生命体が地球にやってきたとしか考えられない記述があります。うん、太古のの昔地球外の 知的生命体は地球にやってきたのでしょうか。うん、だからまあ何度も言いますように天の父なる神というのは別宇宙にいた人類ですから、うん、そういう意味で言うと知的生命体です。うん、でいわゆる地球外生命体です、はい、別宇宙ですから、はい、あの我々の宇宙に属していない宇宙です。です、はいね、からあの天の軍団というのはその連中ですよ。軍<団>別宇宙ですよ。うんうん、だからイエスが、ね、自分を、 守るために天の父なる神がね宇宙天の大軍団十二七団を送ってくれるのは当たり前だってあ,あの軍団は別宇宙の連中ですよ。ということはものすごくこうゲスな言い方すると宇宙人ってことですよね<ー>でも同じ人類ですよ。えー、ただこのうちに属していないっていう意味では知的生命体ですよ。大変なことですよもうこれはね聖書を見たらもう宇宙人なんざかん全部紐解けるんですよ。はいで えーとそれとあのもう一つあのこれあの超古代と今現在と分けなきゃいけないんだけど、はい、超古代の段階っていうのはノアの大工事以前でもうすでに飛翔体飛行機ができてますね、うん、もうそれはあのカブレラストーンっていうか、まあ、イカっていうのはペルーにあるんだけどあのいっぱい出てくるんですよ、えー、で恐竜も出てくるし耳がついてるティラノザウルスとか、うん、も,うもうちゃんと宣告がっていって。 もうに刻んんでであるんですで手術してる心臓の手術も全部そうだけどで恐竜を狩る時の飛翔機っていうのかな、うん、あのちゃんとあのボルトが止まってあるてそ,こそこからあのちゃんとド扉開いて動物使って降りてる、はい、すごいですねもうだからもう太古の昔はもうすでに飛翔体があるし実は天皇家にもちゃんと伝承が残っていてね 竹内も天板で書くんだけどね、うん、天空気船って言って、うんうん、天皇家は、ね、ものすごい高速度で飛行する物体に乗っていわゆる大昔の世界を支配してた。ということは飛行物体に乗ってたってことです。はい、その速さたりは桁違いですからおそらく十中八九間,間違いなくプラズマで飛んでるんですよ。だ<ー>神の力で飛んでる。えー、もう当たり前です。 神の世界ですもんねそうですよ、えー、まあだからねあのー、そんなの SF だよっていう人はじゃあ